他を当たりましょう。次はどこへ行ってみようかしら。情報は少しでも多い方がいいわ。もう一度いろいろと聞いてみましょう。橋本さんってタバコを吸うんですってね。私だけじゃないわよ。島田だってよく隠れて吸ってるわ。他を当たりましょう。次はどこへ行ってみようかしら。情報は少しでも多い方がいいわ。もう一度いろいろと聞いてみましょう。橋本さんに聞いたんだけど、島田さんもタバコを吸うんですってね。別にいいだろ。あの女と違って気を使いながら吸ってるんだから。他を当たりましょう。次はどこへ行ってみようかしら。ここはさっきも調べたけど、どうも気になるわ。もう一度調べてみましょう。別に怪しいところはないわね。中は空のよね。他を当たりましょう。次はどこへ行ってみようかしら。別に怪しいところはないわね。他を当たりましょう。次はどこへ行ってみようかしら。情報は少しでも多い方がいいわ。もう一度いろいろと聞いてみましょう。いきなり停電が起きてびっくりしたわね。本当だわ。その上ガラスケースまで割れるなんてね。まるで仕組まれたようなタイミングね。ひょっとして誰かが古文書を盗もうとしたなんて。こんなことあるわけないわよね。どこから調べてみようかしら。犯人はこの花瓶でガラスケースを割った。犯人はこのスパナを使ってガラスケースを割ったのかしら。ガラスの強度から考えてプレートが落ちて割れたとは思えないわね。きっと他の道具が使われたに違いないわ。係員専用のドアね。でも鍵は閉まっている。もし停電の時に開いたとすればわかると思うけど、
さっき落ちていた鍵の束にここの鍵もあるわ。このガラスを割れるものといえば、周りにはスパナか花瓶ぐらいしかないわね。ガラスの強度から考えて、プレートが落ちて割れたとは思えないわね。きっと他の道具が使われたに違いないわ。犯人はこのスパナを使ってガラスケースを割ったのかしら。他を当たりましょう。工藤君がいない。わかった、手はず通りなんだな。どこからか声が聞こえる。備品倉庫の方だわ。セーブする？ちょっと待ってて。どのファイルがいいの？セーブするわよ。終わったわ。あそこにいるのは。ご苦労、よくやってくれた。二人とも影しか見えない。何か特徴の分かるようなものは？あの光は。ボタン？誰だ、そこにいるのは。しまった、気づかれた。こんな場所で大の大人が物騒なもん振り回してんじゃねえよ。工藤君、クソ。はあ、危なかったぜ。しまった、ここで逃がしたら。あら、これは。どうやら犯人を特定する手がかりになりそうね。でもゆっくり調べてる暇はないわ。とにかく急がないと。まさか見失った。灰原、こっちだ。立体資料館。全員揃ってるようね。犯人の一人はこの館内に詳しそうだったな。ということは、もしかして。そうね、古文書のすり替えといい、一人はここの職員に間違いないわ。今日は蒸すね。空調が効いてないのかな。なんだか暑いわね。お花枯れないかしら。やれやれ、こうも暑いと資料が汗で汚れちゃうよ。はあ、暑い。ヘアスタイルが乱れなければいいんだが。暑くてイライラするわね。ここは禁煙でタバコも吸えないし。
誰かここを出てった人いなかった？そんなやついたか？気がつきませんでしたね。私展示品をずっと見てたから。ダメね、話を聞いただけじゃ犯人を特定できない。一人は職員に間違いないはずなんだけど。ね？何かしら、今の音。サナ、とにかく行ってみようぜ。交通事故だ。早く救急車を。あれは備品倉庫にいた男。あそこにあるのは。やっぱりこれがすり替えた古文じゃね。それから書類の方はどうやら暗号のようだけど。ダメだ、あの男もう助からないらしい。そう、残念ね。はいはい、あんまり子供が見るものじゃないわ。さ、中に入りましょう。おそらく書類は指令書ね。解読すれば何かわかるかも。